なんでニガが？どうも皆さんこんにちは、千代田光栄です。さあ、今回ですけども、なんかね、ニガが勝手にバトルキャラに100レベルでいて、ちょっとこれはね、初見プレイヤーと皆さんにお見せしようかなと思ってやっていこうかなっていうふうに思います。はい。で、なんかいい感じのメダルもついてますね。はい。で、キャラタイプも、なんかゲッター、ゾーン、ゾーンないか、グランドライン、最悪の世代と、なんかこう、ちょうどニカに合いそうな編成になってるんで、ちょっとこのままね、やっていこうかなっていうふうに思います。ちょっと僕は本当にニカのことあんま知らないですけども、とりあえずメダル一応見てみますか。吹っ飛ばしにスキル短縮合ってますね。受けた時スキル短縮いいですね。受けた時スキル短縮と。で、体力が、確か 70% の防御が36の攻撃が 42% だったと思います。はい。まあ、何もわかりませんが、原因不明ですが、ちょっとニカをね、使っていこうと思います。それでは1戦目から、どうぞ。さあ、ということで、第1戦目やっていきましょうか。まあ、とりあえずは、どんどん超過させていって、で、吹き飛ばして、防御力を上げていくっていうことを、まあ、すりゃええんでしょ僕は。まあ、余裕でしょ。このワノ国、裏バラティなんですけど、多分どっちももう、僕の似合わなんで、ちょっと待って、シーハー誰で行こうか。すぐ行こうか。あっちは頑張ってもらって、こっち消化していって。ナーイスシャンクス。バジュランガン使って今。お、ナーイスシャンクス、うまっ。じゃあこっち行こうか。雷。雷ここやな。バジュランガンやっぱでも林強いなカウンターやんなさすがにこの2点を守らないとな俺はしっかりそっちはゾロに任してさすがに一発カウンターに剥がしてもらわないとなやばいやばいやばい旗が出てもた一発からのギガント温めるスピード遅え。おー、ナイス。オッケー、あっちも取れそうやね。やっぱ強えな。オッケー、あっち直行やな。これは。間に合うか間に合おう。間に合おう。さすがに無理やった。さあ。行かせるか行かしてもった。はい、入った。ギガント。はい。ここからパンクチやろ。やばい来たかなりからのギガント無理か。逃げられたつらいな。やっぱこうなったらゾロのやっぱメダル欲しいよな。ゾロのぐるぐるメダル。やばいね。さすがに。返すかったよな。かなりよいしょ貫いていく。いや、やっぱぶっ壊れやな。この強さ。異次元じゃない普通に。で、これでいいんでしょカウンターでしょで、フルゴラはこれで避けといて。で、返し方にギガントでしょ強すぎるって。ぶっ壊れすぎてる。マジで。ワン、ツーからの、雷よいしょやっぱ。やりたい放題すぎるわ。うん、青サブとかあれ無視でいいんで。修正来る前やん。いい。あ、竜の勇気ね。はいはいはい。あー、終わってる。終わってますわ、このキャラ、ほんとに。さあ、ということで2戦目はちょっと後取り解説やっていくんですけれども、まあそうですね、まあ2巻使ってみた感じなんですけども、まあ難しいですね、やっぱり。うん。めちゃめちゃ勝率がいいわけじゃないです。やっぱキドロの方が僕個人的には、まあ勝率が良かったですね。まあ慣れていけば上がっていくと思うんですけども、ただ今みたいに前線のフォローっていうものをこう雷をぶん投げてできる点とか、やっぱり終わってるよね。めちゃめちゃ強いよね、普通に。しかも完全時間も長いしね。なかなかにこう動きを封じられるので、まあ自分がこう、ね、シーハで行くまでのフォローができるってのは本当に大きいですね。しかもクールタイムもすごく短いですし、で一番気を使うのは2か VS2 かね。うん。どっちもその、防御力無視を
持ってるので、まあ、そこら辺がね、本当に、こう、いつ使うのかとか、まあ、駆け引きとかね、本当に難しいですよね。まあ、今みたいに食らっちゃいましたけれども、バジラングガンは個人的には、もう、ガンガン使わないとダメなスキルなんだなって、まあ、ちょっと何戦か潜って思いましたね。出し惜しみスキルではないですね、やっぱり。序盤でいかに敵を吹っ飛ばして防御力を、上げられるかっていうのが本当に鍵になってくるんだなと思います。はい。で、メダルに関しては、まあ僕はいろいろまだ試してないんですけども、普通にカイドウ系かなって、まあルフィ三種よりかはカイドウ三種系でやった方がいいのかなと思いました。なんか旗もう抜けるじゃないですか、この子って。だからすごくなんか今までディフェンダーとかアタッカーとかカイドウ3種使ってる人結構いたじゃないですか。僕は反対派やったんですよ。旗抜いた時にスキル1短縮とか別にどうでもいいじゃないですか。でもこの2課に関してはそれが生きてくるっていうか、ゲッターにもなれるから、だからあ、いいんだなって思いましたね。で、無敵スキル短縮にもつながるし、ロックス海賊団もつくし、でゾロとかも別になんかそんな怖くないですね、やってて。でカウンターだって無限に打てるんやもん。無敵スキルもあるから無駄回避もなんかこうごまかせるし、で防御力むしろね、ギガントでなんだかんだいけるし、なんかやっぱぶっ壊れっすね、こいつは。終わってる本当に。で、残り、まあ、30秒ぐらいですね。まあ僕はもう基本的にここにいて、まあ、できればねもう一つの真ん中のハトも行きたいんですけども、なかなかちょっとこう手伸ばせないですよね。で、まあ2課が来て、でバジュラングガン持ちなんですごく警戒してます。一発で持ってかれちゃうから、ここよね。まあ避けれてないんですよね。ただまあ体力盛りなんで全然ねダメージ入ってないんですけど、でここはすかさずね味方のローをフォローするためにあっちにカミレル投げて、でここ、爆発を食らったんですけど3000でした。やばくない、硬すぎ、終わってるってな感じですね。はい、ガチャ動画です、どうぞ。さあ、ということで引いていくんですけど、なんだかんだねガシャポイントが溜まってて、まあ、サンジとか僕爆引きしたじゃないですか、300連引いて、ガシャポイントここまで溜まってるんですよ。で、まあ、このチケット3枚で、まあ当たるっていうところも来たんで、じゃあもう、引いちゃおうかなっていうところで買ってきました。はい。行きましょう。ちょっとはさ、使いたくなってきた。そう。まあでも、ほら、ゾーン系やしさ、ルフィやしさ、いいでしょ？その、サポートとしても優秀じゃない？てかこれ何気に満点やんね。ワンチャンあるよね、これじゃあ。満点ってことは。ああ、ジンベイか。分かったこと、ラストじゃなかった。じゃああるわ。そんなにかけらも使いたくないからね。え、マジで来るんちゃうんこれ。うわ、すげえ！すごくない？すごくすごいね。いや、超フェスすべきとか久々なんですけど。え、じゃあチケット1枚でよかった説。あと、ちゃんと2枚あります。いや、でも、その、まあ、かけらを節約できたっていうところでは、全然いいんですけど。え、引けるもんですね。だってすべきよ。すごい確率じゃない？いやー、あるもんですなー。こうなんか、本気で求めてない時ってやっぱ来るんですね。なんかそういう、あるのかもしれないね。あろうね。はいはいはい。あ、すごい。確定外ですごい来てくれてる。あ、この確率はえぐいわ。これはえぐい。じゃあワンチャンもう一回。あ、ちょっとびっくりしたわ、今。いやでも持ってるのは千代田光輝。サボも修正来ますからね。サボとかマジで楽しみすぎ。僕は一番注目してるのはサボです。正直。なんだかんだ言っても。片栗も赤片栗も言われてますけど、僕はやっぱサボっすね。一番好きっすね。あの中やったら。ダントツで。てか赤三次どうした？早く修正してくれよ。情報修正してくれよ。見直すべきキャラがいるでしょ。もう犬嵐とか猫マムシとかもまあまあ面白いからいいけど、
いや、サンジ見てよっていうね。ゴミだ。わー、ということで、当たったれましたね。なんで、これで、まあ、またもらえると。いや、すげえ。じゃあ、かけら1000個で済むわ。普通に、100にするけどね。うん。いや、よかった。いい引きでした。そして、無事に100レベルになりましたとさ。めでたし、めでたし。